久保田宇津帆6月8日から1967年4月12日は日本の歌人、国文学者、日本芸術院会員。本名は久保田道春。息子に同じく歌人の久保田昭一郎がいる。長野県東千曲郡和田村生まれ、長野県人城中学校から東京専門学校文学科に進学するも一度中退。大教員として働いていたに、 校長の影響で作家を始める。大田水穂と信仰を持つようになり、若道公会、この花会を結成。1899年に創設された東京新支社に参加。1900年より、よさの鉄管専科の文庫に小松原春子の女性名を用いて投稿をする。鉄管から勧誘され、明星にも参加。高村光太郎や水野陽州らと信仰を持った。 しかし、鉄管の創始思考と秋子の奔放な恋愛の歌ともに共鳴することができず、一年後に大会している。その後、東京専門学校に復学して1904年に卒業。1902年、吉江小岩や中沢林戦らと同人雑誌、山比伊西へを創刊。1907年に小説を文章世界に発表。 伝報通信社や雑誌の記者を経て文学雑誌の編集者となる。自然主義文学に多大な影響を受けるとともに国文学への関心も深めた。1914年に国民文学を創刊。1920年、朝日化壇の選者、早稲田大学国文化講師に着任。後に教授を務める。1926年には月の木を創刊。 1942年、日本文学報告会理事。1943年、日本芸術院会員。1958年文化功労者。1967年4月12日、心臓衰弱のため、東京都文京区明治路台の自宅で死去。1968年、遺族から多額の寄付金が、早稲田大学国文学会に寄せられ。 久保田ウツボ賞が創設された。歌集に、マヒル土を眺めて等。う。下に、松村栄一、ハンダ良平、小山徳次郎、大岡博士、ム川忠和、稲森宗太郎、服部義リなどがいる。久保田ウツボ聖火、久保田ウツボ記念館、病状を敵ロマンティシズムから始まり、自然主義文学の潮流を短歌に導入した。 30代以降は日常生活のサジを読み続け、境外映と呼ばれるようになる。近代歌人としては珍しく、長唄を旺盛に作っている。青年時代は小説家を志していた経歴も合わせ、ストーリーテラーとしての資質を大岡信は高く評価している。さざれ水ズ書集の円卓の助手のように、都市風景をユーモラスに描いた長唄もある。 終戦後には、ソビエト連邦のシベリア抑留で亡くなった、次男、シゲジローを悼んで詠んだ、捕虜の詩という長歌がある。シベリアの果てなき荒野イルクウツクチェレン方ボのバイカルコ、超えたるあなたと歌い出し、無動きかな哀れ、無動きかなかは、雪やこと締めくくった、史上最大の長歌でもある。1913年、37歳にして、子供の頃に見上げて育った日本アルプスへ、 本格的な登山を行う。槍がたけを目指す者の天候の悪化により断念。キロ、上高地の宿で偶然登宿していた、高村幸太郎ら文人と遭遇し、断章していたところ、隣室に登宿していたウォルター・ウェストンに和声を遠慮してくれと注意されるエピソードがあった。この下りは1916年の辞書、日本アルプスへ、に適実されている。この際に果たせなかった。 念願の槍ヶ岳登頂は、1922年46歳の時に高村光太郎らと達成。その時の登山の様子は、1923年に出版された気候集、日本アルプス重装機にてまとめられている。久保田宇都保著作集、久保田宇都保文学選集、久保田宇都保全集。ありがとうございます。